ハーバート・ローリンソンはアメリカ合衆国で活動したイングランド出身の俳優である。最晩年に至るまで活動を続け、生涯に400作にも上る映画に出演した。1885年11月15日、イングランドのイースト・サセックス州ブライトンに生まれる。舞台俳優としてキャリアを積んだローリンソンは、二26歳を迎える1911年。 映画界に進出、アメリカ合衆国のセリグポリスコープカンパニーが制作した短編映画ザ・カウボーイザ・シュルーに出演、同年4月10日に公開されたのが最も古い映画への出演記録である。同社が量産する短編映画に100作近く主演する。1913年末をもってセリグを離れ、ユニバーサルフィルムマニュファクチュアリングカンパニーに移籍。 同社参加のバイソンスタジオ、レックススタジオ等が量産する短編映画に多く主演する。1915年には日本でも公開されたシリアル黒い箱に主演する。かつて共演者であったウィリアム・ウォーシントンが監督に、周り、同年からウォーシントン監督、ローリンソン主演の短編映画が量産される。1916年、ユニバーサル参加のブルーバード映画で、 ロバート・ゼット・レナード監督のイーブ・ジョーに出演、主演のエラ・ホールの相手役を演じ、ロバート・ゼット・レナード及びルーファス・スティールが共同監督したザ・イーグルス・スウィングでは主演のグレース・カーライルの相手役を演じている。1917年にはエルマー・クリフトン監督の3作、死の飛行、人穴、鉄の炎に主演、これらはいずれも日本でも公開された。 同年、ロバータ・アーノルドと結婚する。1922年3月、ボストンの新聞に、元ユニバーサルのスター子役で当時は、一般人で17歳の高校生であった、ドロシー・クラークの人生を破滅させた、と報じられる。この事件は、後に1931年、ドロシー・クラークが、ハリウッドで、売春安全の容疑で逮捕されたと報じられた時にも、 繰り返し報道されている。1923年、妻ロバータと離婚。1924年1月1日、ロレイン・アビゲール・ロングと再婚する。満42歳を迎える1927年まで、数多くの作品に主演し、多くの主演女優の相手役を務めてきたが、同年、ジョン・インス監督のウェイジズ・オブ・コンシエンスに主演したのを、最後に映画界を離れ、 それと同時に、ローリンソンのサイレント時代は終焉する。同年、ツマロレインと離別後に、ジョセフィン・ノーマンと結婚している。1929年から1934年までの時期、ニューヨークに移り、ブロードウェイの舞台に立つ。その間、1931年には、ローリンソンにとって、初めてのトーキーであるエイエドワード・サザーランド監督の特刊 簡単にノンクレジットで客演している。1935年、クレイン・ウィルバー監督のザ・ピープルズ・エネミーに、脇役としての出演以降は、本格的に映画界に復帰する。第二次世界大戦後に開始されたテレビジョン放送の、初期、1949年に開始したアーチ・オーボラーの名を冠した、オーボラー喜劇劇場に出演する。 1950年から1951年には、ラジオ番組、ハリウッドスタープレイハウスのナレーターを務めた。1952年には、ホパロングキャシディをテーマにした、西部劇のテレビ映画、我らのキャシディにも出演している。1953年、ローリンソンは肺がんを病んでいたが、エドウッド監督の、牢獄の罠に出演し、出番をすべて撮影し終えた。 直後の同年7月12日、カリフォルニア州ロサンゼルス市で死去した。満67歳没。同市内のパインズクレマトリー街道の墓地に眠る。最後の出演作となった、牢獄の穴は、ローリンソン没後の1954年5月12日に、公開された。映画産業への貢献により、ハリウッド大通り6150番地に、ハリウッドはオークオブフェームの星を刻む。 特筆を除きすべて出演作である。1916年以前の約150作以上の出演作は短編が多く主なものに止めた。ための広告 A ハウスディバイデッドザ・ウェーキ風ヒールドケース。1921年遺作、牢獄の罠。1954年。ありがとうございます。